どうも、マサダイです。とあるきっかけで僕の懐かしい子供の頃に遊んでいたおもちゃがあったので紹介します。ペット2。はい、というわけでね、今回僕が子供の頃に遊んでいたものなんですけど、この形を見てね、すぐにね、分かった人はね、僕と同じ世代です。これペット2って言うんですけどね、僕がね、子供の頃にね流行っていた、ゲームっていうのかな、アニメゲームだね、もう原作はゲームだからね、ゲームのやつのね、おもちゃなんですけど、皆さんねロックマンエグゼってね、知ってますかね。まあそれに出てくるね、あの携帯みたいなスマホみたいな感じです。それがこのペットなんですね。このペットね、あの今で言うと、おもちゃのね、妖怪ウォッチあるじゃないですか、それと同じくらいだと思ってください。とりあえずこのペット2ね、今の世代の子供たちはねまずわからないと思うんでね、どういう感じで遊ぶかというとですね、まずね、はい、まずここね、はい、開けました。そうするとね画面が出てきます。カラーじゃないんですけどね、この画面にねロックマンが出てくるんですけど、そこでねここでいろいろ選択して遊んだりするっていう感じですね。ゲームボーイアドバンス版のねあのロックマンエグゼとはまたね比べちゃいけないんですけど、まあちょっとしたミニゲームみたいな感じですね。で、どうやって戦うかというとですね、ここねちょっとね、差し込み口になってるんですけど、チップっていうのがあるんですよ。あの妖怪メタルみたいなやつね。それをここにスロットインって言ってスロットインするわけですよ。でそうするとねこのね、ペットがね読み込んで、その武器になるっていうね、そういうところで言うとロックマンエグゼの世界観をちょっと再現してるっていうね、そういう感じでね遊ぶのがこのペット2です。ちなみにペット1っていうのもあったんですけどね、2の方が出てきましたね。はい、僕は両方とも持ってたんですけど、こっちが出てきたね。というわけで僕がね子供の頃に遊んでいたおもちゃのペット2でした。ただねなんかねあのベイブレードとかさまた再ブレイクしてるんだけど、なんでロックマンエグゼだけは再ブレイクしないんだろうね。あれめっちゃ面白かったと思うんだけどな。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。